コブレットベネツヤヴビクトリアアルバート博物館ナン、no. バー108-1853ベネチアングラスまたはベネチアングラスはイタリア北東部ベネト州の州とベネツィアで作られるガラス工芸品の地域ブランドであるベネチアングラスは鉛を含まないソーダ石灰を使用することが特徴でコバルトやマンガンなどの鉱物を混ぜることで様々な色合いを表現することができる 混ぜた鉱物により、高度が変化し、赤色のものが最も高度が高い。高い装飾性も特徴である。基本的な製法は、ソーダガラスを使用した吹きガラスであるが、空中で吹くことにより、極薄に吹き上げる技法や、グラスを細く引き伸ばしそこに、竜や花や鳥などをモチーフにした、複雑な装飾を施すなど、競和雑誌の妙義と呼ばれる高度なテクニックが用いられる。 昔は極限まで薄く吹いたガラスをあり、カーニバルの行列で紙吹雪の代用としてばらまいた時代があった。他の例に漏れず熟練した職人はマエストロと呼ばれる。ベネチアングラス職人、ジョンシンガー・サージェント1880年イスラム技術と様式に由来するエナメル装飾を施されたベネチアングラスのアルドラ・バンダニー・ビーカー・ベネチアングラスの発祥は 13世紀中世ベネツィア共和国が東方諸国の優れた産物をヨーロッパ諸国に独自供給し東西貿易の中心地となる中でその中でも最も珍重されていたガラス製品を自国で生産すれば多大な利益を得ることができると考えガラス製造に乗り出したことに始まるとする見解もあるしかしトルチェロ島からは7世紀ないし8世紀の ガラス工房跡やガラスが発見されているし、文献上も10世紀末にはガラス製造のことが登場する。ベネチアングラスの正確な起源は謎に包まれている。ベネツィア共和国は当時最も進んだ技術を持っていたアンティオーケアと協定を結び、原料や燃料をさらにはガラス職人までをもベネツィアに移した。これにより、ローマ帝国イスラム時代から発展してきたガラス技術を取り入れ、 応用することで、ベネチアングラスの技術は発展を遂げていった。しかしもともと原材料や燃料を自国で産出できない土地柄であるベネツア共和国は、ベネチアングラスの技術が原材料の豊富な国々に、漏れコピー製品が作られることを恐れたため強力な保護政策を取った。1291年には、すべてのグラス工房の村の島への強制移住を決定。 グラス職人やその家族、販売者を島に住まわせ、島外に逃げる者は厳しく罰し功績を上げた者には、手厚い報酬を与えるという法令を発令した。この政策には、火事を防ぐためという名目もあった。これにより狭い島の中に工房が密集したため、技術の切磋琢磨が進み、グラステーブルやシャンデリア、鏡など様々な名品が作られた。 シャンデリア様々なグラス一方でこのような厳しい保護政策のもとでも逃げ出す職人はおり各地に散らばりガラス技術を伝えたこのような職人たちの教えにより他の地方で作られたベネツヤア様式のグラスをファソンドブニーズと呼ぶルネサンス期の15世紀から16世紀にはその繁栄は頂点に達したベルサイユ宮殿の鏡の間はムラーの島から連れ出された十二人の 職人が作成したと言われている。この時代に一番力を注いだ技法がエナメル装飾で、貴族たちは華麗な絵付けの施されたガラス製品を競うように買い求め、エナメル絵付けの施されたガラス製品を持つことが一つの社会的ステータスとなった。またこの時代にソーダガラスに小色剤を加え透明度の高い無色透明のガラスの製法が確立された。 これは他国にはない技術であり、王侯貴族の間で高く取引された。成形前のガラスの塊を冷却水につけて模様を生じさせるアイスガラスもこの時期に開発された。レースガラスの発明もこの頃で以降のベネチアングラスの代表的な装飾技法となった。ただし、この時期はガラス職人が法の網の目をかいくぐって海外に流出した時期でもある。 これによってベネチアングラスの技法と様式が海外に広められたとも言える。17世紀18世紀にはベネツヤア風のガラス製品がヨーロッパ中で大流行した。現在でもムラーの島では多くの工房が軒を連ね豊かな伝統技術を親から子へと受け継いでいる。ありがとうございます。